時間食っちまう。やろうちゃん、屋根壁のあるぬくい家の中で寝起きできるんやで。犬猫やないんや。人間様がこんな寒空の下で寝とったらあかんて。あれ方は言わん。騙されたと思って一遍ついてきや。そんな、わしは別にここでええし。
あんたのために言うてんねんで。うちなら他のお仲間もいるし寂しない。せやけど、そないうまい話に飛びついてええことなかったさかい。わしは今こんなんなってるんや。やり直せるもんならやり直したいで、ほんま。くそが、ええ加減にせえよ、こら。何べん同じこと言うとんねん。さっさと来い言うとるんや。なんやこれ、おっさん。お前らが囲いやが、ずいぶん大っぴらにスカウトしてんだな。せやったらなんやねん。囲ってるホームレスたちはどこにいるんだ。彼らを解放してもらう。誰やお前、正義の味方気取りかいな。だったらどうする。わしらは近江連合のもんやで。今ここで頭下げるんやったら金で済ませたるわ。さもなきゃ。お前らに下げる頭はねえ。さもなきゃの方で話を進めてくれていい。上等やないか、おっさん。ええやろ、ぶっ殺したな。覚悟はいいか。じゃあどこに囲ってんだ。それは近江の極道も質が落ちたな。ホームレスもなけなしの金まで狙って、どんだけ腐ってやがんだ。余計なお世話や。囲った人たちをどこにやった。歯が全部揃ってるうちに話した方がいいぜ。よ、四つ寺海岸、小福町西にあるあそこの2階だ。わかった。じゃあしばらく寝てろ。もう、おおきに。おかげで助かったわ。ああ、さっきのやつら近江連合を言うてたで。あんた大丈夫なんか。この町に長居する気はないんだな。あんたは。え、もし頼る当てがないんだったら、赤目ってやつを知ってるか。この辺でホームレスたちの面倒を見てる。いや、わしゃ最近ここ来たばっかなもんで。人に聞いて探せばすぐに見つかるはずだ。その気になったら頼るといい。赤目ですか。ああ、じゃあな。
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。いただきます。気に、よし、行くか。ありがとうございます。おい、何勝手に入ってきとんねん。ここは関係者以外立ち入り禁止や。寝ぼけとるんか、おっさん。ここにホームレスが押し込められてるって聞いてな。このフロアが全部そうなんだ。あ？おい、おかしな客が来とんで、わけのわからんこと言うとら。どこのどなたか存じまへんが、どうぞお引き取りを。この部屋、外から鍵かけてんだな。中にホームレスを閉じ込めるためか。なんや、面倒なお客やな。人んち来て説教垂れんなや。ぶち殺されんで。何しとんねん、我。長いこと換気もされてねえ。どれ、随分勝手な真似するやんけ。覚悟できとるやろな。うちの番でも覚悟はいいか。
ずいぶんかき集めたもんだ。こんなことしてただで済まんぞ。わしらは組の人間や。大見連合やぞ、こら。そのコッパだろ。よほど食い詰めたと見えるな。こんな忍びに手出しやがって。大見連合だったらなんだ、上にでも泣きつくか。だがいくら弱小の組でも、たった一人に潰されたとあっちゃ、もうここからは出歩けない。おまけに大海の看板に泥を塗ったんだ。騒ぎにしてバカ見んのはお前らだぜ。あんた何も言いや。おとなしく囲った人たちを解放しろ。今日のことはここだけの話にしといてやる。こいつはお前らのために言ってんだぜ。素晴らしいで、上流。エクセレントや。赤目、よくここが分かったな。上流ならそろそろ片付くと思ってな。外まで囲い屋さんらの悲鳴聞こえてたで。なんやこの穴。ああ、ホームレス食いもんにしてるくせにうちの顔も知らんのかいな。ったく、勉強不足もええとこや。やかしい。わしらホームレスに寝床と食いもん支援しとったやで。それの何が悪いんや。ああ、悪いに決まっとるやろがい。都合のええこと抜かしよってこの三下。こないゴミ屋敷に行産詰め込んで何が支援や。勝手に外にも出れんようにして。せやったらお前が代わりに入ってみ。囲ってた皆さんの通帳、身分証、書類もろもろ全部出せや。せやないとまた上流の鉄拳を食らわすでな。ああ、そういうことだ。いやー、上流めっちゃ強いんやな。おかげさんで罪なき人たちをいっぱい救えたわ。本当に救えたんならいいがな。ん？どういう意味？まさかボランティアでやったわけじゃねえだろ。今度は囲い屋に代わってお前があの人たちを食い物にする気か。嫌や、やな。うちはそんなんちゃう。真っ当な支援が受けられるようにちゃんと手貸しますって。どうだかな。あのな、ちょっとうちに誤解があるようやからしっかり言うとくで。うちがホームレスの人たちを食い物にすることだけは絶対にありえへん。あの人らには昔個人的な恩義があるもんでな。それをあだで返す人の道に外れるわ。そもそもうちが何でも屋とか情報屋とかやってんのもその恩返しが理由の一つ。うちを受け入れてくれたこの町やみんなのためお役に立ちたい一心や。もちろんそれでぼちぼち稼がせてもらってんのは否定せえへんで。あんたが昔ホームレスに受けた恩義ってのは何のことだ。それはまあもうちょいあんたとの距離が縮まったらいつか話すかもな。なるほど。信用がないのはお互い様か。今回助けたホームレスの皆さんには見返りとしてうちのお仲間になってもらう。でさらに充実した赤目さんの情報網は彼らをより安全に守ることだってできる。つまりそれってウィンウィンの関係ちゃう。今までもそうやって情報網を作ってきたわけか。せやけど今回は一気に大量や。上流のおかげや。約束通りキャッスルにご案内するな。やっとだな。とその前に。ん？なあ上流、あんたやっぱり大した腕っぷしやん。だから頼むわ、
これからもうちの仕事を手伝ってくれへん？な？お前の仕事？うちは仕事を来るもの拒まずの何でもややねん。けど業務によってはどうしたって向き不向きっちゅうんがあるやろ。上流のパンチ一発で済むのをうちがペシペシビンタ100発食らわしてゼーハーすんのも頭悪いやん。もちろん芝生相手はさっきみたいなクズに限るし、世のため人のためのお仕事や。俺は用事が済んだらすぐに蒼天堀を出ていくみだ。そうなん？だからその間だけでよけりゃ手伝ってもいい。お、ほんまに？ええー、ってええー、って。そしたら早速なんやけど、キャッスル行くまでもうちょいお仕事を頼んでもいい？おい、なんだと？分かってるって、急いでるんやんな。けどこっちの支度もあるし、出発は夜になってからや。それまで少し時間あるし、ちょっとだけうちとお金稼いどこな。はあ、夜までだな。いやー、しびれるわ。ほんまおおきに。あんな、せやね。ん？あのね。ん？あんな。せやね。せやな。頼むわ。どれにするん？
いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。しばらく寝てる。時間食っちまう。いらっしゃいませ。いただきます。うまいな。よし、行くか。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。いただきます。気に入ったぜ。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。上がってこっち。しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。いただきます。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとう。
ちの番だな。死ねや。おいよ。しきしょうが。死ねや。手間取らせ。時間食っちまう。
メンチ切ってやろう。いらっしゃいませー。